ミンツ総裁説明動画、受領証提出編。サイドバーの事件一覧をクリックします。受領証を提出したい事件をクリックします。受領証を提出したいファイルをチェックします。選択したファイルと同時にアップロードされたファイルが受領書の対象書面となります。受領書作成ボタンをクリックします。受領書の内容を確認する場合は、プレビューボタンをクリックします。受領書の内容を確認します。修正する場合は、編集ボタンをクリックします。修正がなければ受領書提出ボタンをクリックします。OK ボタンをクリックします。受領書の提出が完了しました。提出済み書面一覧に受領書が表示され、裁判所、相手方が確認できるようになります。以上で受領書提出方法の説明を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。